はい、こんにちは、116ウィンズです。今回は今季復活を目指す投手ということでマイク・フォルティネビッチの話をしたいなと思っております。フォルティネビッチは昨年までブレイブスでプレーした先発投手ですが、昨年は開幕ローテーション入りは果たしたものの、思うようなピッチングができずチームから DFA となってしまい、その後シーズンオフに FA となってしまいました。そしてこのオフ、テキサスレンジャーズと1年総額200万ドルという彼の実績を考えたら大変安い契約を結ぶこととなってしまいましたが、先日スプリングトレーニングデビューを飾りまして、なかなか状態が良さそうでしたので今回こうして取り上げたいなと思いました。で、簡単にフォルティネビッチのキャリアについてまずはご紹介しますと、2010年ドラフト全体19位指名でアストロズに入団しまして、2014年にそのアストロズでメジャーデビューを果たしますが、同じ年のオフにエヴァン・ギャティスらとのトレードでブレイブスへ移籍。移籍後はブレイブスの先発ローテーションに定着しまして、2018年についに大ブレイク。この年は31試合の先発で13勝、防御率 2.85、 そしてウィンザボブリプレイスメント 4.0 の成績を残しまして、初めてのオールスターにも選ばれる充実の1年となりました。サイヤング賞投票でも8位にランクインして、その後の活躍が期待されましたが、翌2019年の前半戦は11先発で防御率 6.37 と大荒れの内容。一時期はマイナー落ちも経験しましたが、後半戦に入って再び MLB に戻ってくると前年の投球を取り戻しまして、10先発で6勝、防御率 2.65 の活躍でチームを支え、そして負けたら終わりの NLDS 第5戦の先発を任される程度には信頼を取り返していました。2019年に苦しい時期を乗り越え、ピッチャーとしても一回り強くなり、2020年は今度こそ1年間フルでチームを支える活躍に期待したいところでしたが、ことはそううまく運びませんでした。ブレイブスの開幕ローテーションに入ったフォルティネビッチですが、シーズン初登板となった7月27日のレイズ戦でフォルティネビッチは序盤からレイズ打線に捕まってしまい、この試合4回途中までに3本のホームランを打たれてしまうなど6失点の内容でノックアウトされてしまうと、試合後チームは驚きの動きに出まして、なんとこのフォルティネビッチを開幕1先発だけで見限りまして、彼の DFA を決断。フォルティネビッチの DFA が決まった時に当チャンネルでも動画を上げましたが、ほんの2年前にオールスターに選ばれるだけの活躍を見せ、2019年も後半戦に調子を取り戻した選手をたった1先発だけで切るという判断は本当に予想外でした。チームがフォルティネビッチを DFA した背景には彼の状態の悪さが挙げられまして、開幕前のサマーキャンプでも打ち込まれていたりと、不安を抱えた状態で開幕を迎えたものの、ぶっつけ本番でも案の定ダメだったことからの判断だったようですね。こうして開幕たった1先発だけでチームから見限られてしまったフォルティネビッチなんですが、特にこの試合で気になったのがフォルティネビッチの球速でして、この試合でフォルティネビッチは速球の球速が最速でも92マイル、平均では 90.9 マイルと全くスピードが出ていない状態だったんですね。オールスターに選ばれた2018年は平均で 96.3 マイル、そして2019年も平均で95マイル程度は出ていたことを考えますと、2020年の初先発で記録した最速で92マイルというスピードはやはりちょっと物足りないなと言わざるを得ませんし、まあ、これだけスピードが出ていないとなると、もしかしたらフォルティネビッチどこか怪我でも抱えているんじゃないかと疑いたくもなるような内容でした。で、半年前に動画を上げた際にはフォルティネビッチがウェーバー経由で他球団に移籍する可能性は十分あるんじゃないかと話した記憶が個人的にあるんですけれども、この急激な球速の低下に他球団も危機感を覚えたのか、結局どのチームもフォルティネビッチの獲得に名乗りを上げず、フォルティネビッチはブレイブスの代替地でのキャンプに送られることになりました。その後ブレイブスはエースのマイク・ソロカがアキレス腱断裂の大怪我を負ったりですとか、ベテランらしい活躍を期待して獲得したコール・ハメルズも怪我でほとんど投げられない状態で先発陣に怪我人が相次ぎ、プレーオフでの戦いからも分かる通り、まともに先発を務めていた選手がマックス・フリードとそれからイアン・アンダーソンしかいない状態なチームだったわけですけれども、そんなブレイブスの台所事情にあっても、シーズンが終わるまでフォルティネビッチが MLB に呼ばれることはとうとうなく、最終的にはオフにブレイブスから FA となってしまいました。そして FA となったフォルティネビッチは冒頭でも少し話しましたが、2月に入ってレンジャーズと1年契約を結びました。200万ドルという年俸は、まあ、今の彼には妥当な水準なのかもしれませんが、たった数年前にオールスターに選ばれた選手の年俸としてはちょっと寂しい額ですよね。ただフォルティネビッチなんですけれども、どうも昨年とは同じピッチャーではないようなんですよね。先週3月7日のドジャース戦でスプリングトレーニング初登板、そしてレンジャーズデビューを果たした彼なんですけれども、この試合でフォルティネビッチは昨年の世界一のチームを2回パーフェクトに抑える上々のピッチングを見せ、さらに昨年は90マイル程度だった速球はなんと最速で97マイルを記録。
もちろんまだ春先の段階ではありますし、今後どうなっていくかわからないところではあるんですけれども、まあ、この時期にこれだけスピードが出ているのはかなり好材料と考えてもいいのかなと思っています。レンジャーズのクリス・ウッドワード監督もこのフォルティネビチのピッチングに関してかなり満足しているようでしたし、このスピードをシーズン中も維持できるようでしたら、昨年のようにめった打ちにされるフォルティネビチではなく、2018年や2019年のように先発ローテーションの中で活躍していた彼の姿を再び見ることができるのかなと思いましたね。でこの急にスピードが戻ってきた背景についてちょっと調べてみたところ、 ESPN の記事が出てきまして、このあたりが要因として上がってくるみたいなんですね。まず第一に、昨年開幕が延期となってしまって、選手たちも球団の施設が使えない期間の間、フォルティネビチもトレーニングやピッチングなどは行っていたものの、ジムも閉鎖されてしまって、マシンなどを使ったトレーニングなどを満足に行えなかったらしく、そもそも調整が追いついていなかったようなんですね。でこのオフのフォルティネビチはしっかりと調整をして、体もよりシーズンモードに仕上げてきたことがまず一つスピードが上がった理由として上がるようです。で他の要因としては、食生活や生活習慣の改善、さらにはレンジャーズのコーチ陣のサポートも大きかったらしく、特にコーチ陣のサポートについては、レンジャーズと正式に契約を結ぶ前からチームは生態力学や分析の面でフォルティネビチを支えたらしく、このあたりの成果も球速として出てきたのではないかとウッドワード監督は語っていたようです。まあ、理由はいろいろあるようですけれども、少なくともこれは間違いなく言えそうだなと思うこととしては、昨年の初登板で見せた彼のピッチングは彼の実力を真に反映したものではないということなんでしょうね。レンジャーズはこのオフ、有原康平選手とも契約を結んでいますけれども、その有原選手がレンジャーズを選んだ理由として、レンジャーズの方から有原選手の成長につながる様々な分析を提示してもらったというところが大きかったという話出ていましたけれども、このフォルティネビチの急速の回復もそうですが、レンジャーズの分析スタッフはここまで非常にいい仕事をしているのではないかと思いましたね。とりあえず現時点で2018年や2019年と同水準程度にフォルティネビチの球速は戻ってきているようですので、まあ、他の球種次第という部分もあるでしょうが、これなら先発ローテーションの中での活躍も十分見込めそうですよね。これで彼が2018年くらいのパフォーマンスを見せてくれれば、200万ドルという契約はレンジャーズにとっても大バーゲンとなるでしょうし、現在絶賛再建中のチームですから、夏場にコンテンダーに今度は求められて移籍するという展開もありそうです。フォルティネビチは昨年ブレイブスから開幕1先発で見限られたことについて、ビジネスなのは理解していると前置きしながらも、心の奥では誰かが自分をあのような形で諦めると少し燃えるよねと話していたことからも、かなり悔しさが伝わってきますし、ぜひその悔しさをバネに今季復活といきたいところですね。フォルティネビチの今季の復活に期待しながら、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。